皆さんの力で絶対に次の選挙で叩き落としてもらわなければならないんです。ここに皆さんこんだけ集まっておりますけれども、残念ながら賛成しようと思っている国会議員にこの熱気は全く伝わっておりませんよ。だから平気なんですよ。ですからもっと皆さん方、自民党公明党の参議院議員に来年の選挙どうなるか分かってんのか、そういうメッセージをもっともっと送ってください。自民党の議員がたくさん出現しますよね。私の対戦相手はマスコミを懲らしめた方がいいと言った人なんですよ。でその人がその後に地元の会合で話していたのは、応援のメールがたくさん来るって言うんですよ。あなたの言うことは正しいと。つまり出党よなんかはそうやって自民党の賛成しようとする人たちをどん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 持ち上げて応援してるんですよ。それに負けないぐらいの反対のことを皆さん方もこれから3日4日毎日やっていただきたいと思います。そうしないとこの流れは止められません。自民党の議員にも公明党の議員にも良心があると私は思っております。先ほど奥田君が言っていたと思いますが、国会議員だったら自分の頭で考えろ。このことをぜひ皆さん、これからまだ3日4日ありますから、諦めずに自民党公明党の議員に訴えかけていただきたいと思います。我々野党も徹底的に一致団結して、審議案から問責決議から次々と出していって、できる限り採決を引き延ばして、そして連休を挟んでギリギリまで採決をさせないように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。